ブレイン・フォー・ビジネス B ・フォー・ビジネスの第2回なんですけど私にし,た目指しては珍しくジャケットを着て <laughs> って言っても羽織ってるだけですけどあのクオリア・プレミアムってことにもお話したいと思うんですけどクオリア・プレミアムまあクオリアってのは僕の研究テーマであるその意識の中で感じる質感なんですけどもこのクオリアというのが人間の脳にとっては最高の価値になってる、まあ、通貨みたいなものなんですねでこのクオリア・プレミアムってのはどういう現象かっていうとその経済活動において 何かどそ,のそこでしか経験できないそ,そ,そのものでしか経験できないクオリアがあるとそのクオリアに対して人は、えー、プレミアム、えー、高いお金を払うっていう現象なんですね。ワインを考えてみていただければ分かるんですけどワインって例えば酔っ払うっていうことでいうとアルコール度数っていうのは、まあ、ほぼどのワインも同じじゃないですか。だから例えば1,000円のワインもロマネ・コンティも、えー、ワインのその。 機機能能ととししててはは基本的な機能としては同じですよねでそこに味わいが加わるわけですけどだけどそのじゃあロマネ・コンティなんか最近すごく高いみたいで200万とか300万とかするんですかそのロマネ・コンティと1000円のワインの違いは何かって言ったらクオリアにしかないわけでつまりロマネ・コンティというワインを飲んだら。 ある独特のコーディアが得られるということに対して人々はプレミアムを払うわけですよねホテルの部屋なんかもそうであのビジネスホテルで寝るだけだったら本当と狭い部屋で別にいいじゃないかってことになるんだけどでそのじゃあ部屋とうんとそうですねえー、とオーシャンビューで広々として海が見えてで部屋の中に。 ジャグジーのついてるお風呂があるみたいなことを考えたえときになんでじゃあビジネスホテルに対してそういうリゾートホテルに対して人々は高いお金を払うのかっていうとその経験のクオリアというのがそこにしかないからなんですよね。ということはその例えば寝るだけだとかお風呂入るだけだったら同じなのにえそのクオリアが違うってことに対して人々はプレミアムを払うとこれは例えば松茸にしかないクオリアがあるとか。 ええー、美味しい和牛のねステーキにしかないクオリアがある。これもタンパク質とかそういう栄養素の視点から見たら別に和牛のたすごい高いやつでもえっ、ー、と普通の赤肉ねいやそこあのお肉屋さんで売ってる肉でも同じかもしれないんだけどそのクオリアの違いというものに対して人々はプレミアムを払うと。まあ栄養素の違いっていうことがあの。 なんんんかかかいいいろろああると思うんだけど一番わかりやすいのはあれれもしれませんね香りとか香り自体にはに、えー、と栄養素ないじゃないですか栄養は香りは栄養にならないじゃないですかだけど例えばトリュフね白トリュフとかそういうのってものすごく高いじゃないですかでもなんでその高い値段を払うのかっていうとそのトリュフの香りというものそのクオリアというものに対して人々はプレミアムを払ってるわけですねでこのプレクオリアにプレミアムを払うって現象が面白いのは あの今、ね、インターネットでデジタルな情報がどんどん流通している段階状況で、えー、例えばもちろんあの大劇場であのすごくいい音質で聞くっていうのもあるかもしれないけどじゃあそれとスマートフォンの、えー、何ですかクオリアの差というを、ね、ものすごい高い値段払ってじゃあそういう経験するかっていうとどうも我々はそういうふうにはなってない。 で音もそうですよねあの。もちろん音質のいいステレオセットで聞くっていうのはいいんだけどでもそれと,、えー、と例えば、えー、最近のスマホも随分音質良くなってますからイヤホンして、えー、クリアあの音を聴くっていうのの3に対してどれぐらいのプレミアムを払うかっていうと、まあ、ホテルの部屋とか、えー、のワインみたいなものに対して払うプレミアムに比べるとちょっとそんなに。 払わないと思うんですよみんなでそこはそれは何から来ているかだって流通のしやすさってことからきてて、えー、例えばロマネ・コンティの味のクオリアにしてもホテルに滞在するっていうクオリアにしても、まあ、VR とか出てくるとホテルに滞在するってことがあの経験できるようになるんじゃないかっていう人もいるかもしれないけど今のところねおそらく当分は実際にそこに行かないと、えー、それを経験できないんですよね、えー。ましてや味とか香りのバーチャルリア上げっていったらまだできてないわけですから。 ロマリコンティを飲んだ時の複雑で豊かなクオリアっていうのは自分たにそれを飲まなないいと経験できないんできんすよねつまりこの、えー、とインターネットとかそういうネットワーク時代に不自由であるからこそ、えー、とそう簡単には流通しないからこそ、えー、プレミアムを払うクオリアにプレミアムを払うとそういうことになっててそこが非常に面白いところだと僕は思うんです。ですからえーと 人々がクオリアにプレミアムを払うという現象が起こっているってことは逆に言うとクオリアがそれだけ私費的なものプライベートなもので流通しにくいものになっているっていうそこにですね現象学哲学とビジネスが出会う大変興味深い現場があるんだろうなと私は思っています。